今日は緑と紫が綺麗な金地草を使ってナムルを作ってみた。はい、ということで金地草ご存知ですか？金地草ってこう見てわかる通り、表の葉っぱが緑で裏が紫色の綺麗な緑黄色野菜なんですけど、はい、日本は一応昔から結構18世紀ぐらいから、伝わってきて、はい、民間療法とかに使われてたぐらい、はい、健康的な栄養豊富な野菜らしい。はい、女性の方は超おすすめなんですけど、はい、金地草って言いますよ。金地草あんま聞かないですか？でも袋には金地草って書いてあります。そうなんです。この辺僕たち静岡県なんですけど、金地草っていう名前で JA とかにたまにこの時期売ってるんですよね、はい、なんですけど他の地域だと、式部草とか水前寺菜とか、沖縄だと半玉って言うんです。僕沖縄でこれやっぱり初めて食べて、はい、この野菜の存在を知ったんですよ、はい、なんか沖縄のなんか和食屋さんみたいなところで出てきて、なんですか、はい、半玉沖縄っぽいですよね。沖縄カラーリングがで、なんかやっぱ原産はやっぱあったかいところですね、はい、インドネシア原産らしいでいうのが日本に中国を回って伝わってきたということで、これすごい栄養が豊富なので本当おすすめなんですけど、はい、なんかおひたしとか酢の物とか和え物とかによく使うみたいなんですけど、はい、僕たち焼肉屋なので、はい、得意のナムルを使って。じゃあナムルが結構マッチした食材ですね。良かったですよね、はい、で、まあ、さっとこれ茎が硬いので作り方を早速というかやっといくんですけど、はい、さっと茹でるんですけど、葉っぱだけですね。茎が硬いので葉っぱだけ摘んで30秒ぐらい茹でて氷で浸していくんですけど、さっき見ていただいたように茹で汁が紫色でめちゃくちゃ綺麗なんですよね、はい、でこの中に栄養価がこの汁の中にも含まれてそうなので、はい、これをお茶みたいにして飲むとうまいなって、はい、はい、色すごい綺麗でしたね。色綺麗ですよ、はい、なのでこう取っといてね、はい、ここで飲んだんですけど、でナムルの作り方に戻ると、はい、ほうれん草とあんま変わんないですよね。さっと茹でて氷締めして水気を絞るんですけど、これすっごいぬるぬるなんですよ。伝わりますかね、このぬるぬる。ぬるぬるわかりますかね。このぬるぬるなんですよ、本当に。なんだろうこのぬるぬるっていう感じなんですけど、このぬるぬるがやっぱいろんな栄養価が入ってて民間療法に使われるほどのっていうことらしいです。はい、味付けはもうこれも得意の塩、味の素、胡椒。はい。ニンニク入れました。ニンニクは入れてないんじゃないですか。ニンニク今回入れなかったですね。まあ、はい、お好みで入れてもいいと思います。あとごま油とごまであえてこれで完成と。はい。食った感じどうでした？なんかぬるぬるがすごい美味しかったです。美味しかったです。なんかわかめっぽかったです。そうですね。この味付けだからより一層なのかもしれないですけど、はい、全然これで米食えんなっていう。食べれますね。感じですよね。はい。なんかサラダとかに入れてもいいかもしれないですね。なんかわかめみたいでした。わかめみたい。はい。でこれすごい健康的で栄養豊富なので。ぜひこの時期大きめの八百屋さんとか、はい、農協 JA 系とか行くと売ってると思うので、ぜひ試してみてください。はい、はい、これからも奥さんのために動画を上げていきますので、この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をして別の動画もお楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。